ハッパッパ体操は、千葉県柏市の柏の葉地区で考案された、体と脳を鍛える、ご当地体操。約3分半の音楽に合わせて、体と脳を楽しく鍛えることができる体操。最先端の運動科学とダンス要素、アート要素が融合された、従来の体操らしくない体操として、柏の葉地域では、老若男女に親しまれている。 この地域の開発を進めている、三井不動産、東京大学柏にキャンパス障害スポーツ、健康科学センター、公民学が連携した町づくり機関、柏のハーバンデザインセンターなどで組織された、実行委員会が中心となって、普及活動を進めている。柏の8区は、つくばエクスプレスの開通に伴い住宅地やマンションが、 次々建設され、2012年までに、駅前だけでも約1万人が移住してくる、大規模都市開発エリア。住民交流を促し地域コミュニティを活性化させる、施策として、ハッパッパ体操プロジェクトは始まった。千葉県、柏市、東京大学、千葉大学によって策定された、この地域のまちづくりビジョン、柏の葉国際キャンパスタウン構想でも、 健康と交流の促進が謳われており、ハっぱッパ体操は、東高層に基づいた街づくり施策の一つとして位置づけられている。日常生活では、馴染みのない動作要素を複雑に組み合わせ、ボディインナーマッスルを効果的に鍛えることで、体だけでなく、脳をも活性化させるのが、最大の特徴。全部で12種類の動きがあるが、 同じ側の手足を同時に動かす難波の動作要素が全体に散りばめられている。難波の動きは体の神経を縦に使う同速型神経支配の動きであり、ボディインナーマッスルを鍛えるためには効果的と言われている。また、間違えやすい動きをあえて盛り込んでいたり、歯、カシワの歯、と掛け声を上げながら自由にポーズを取らせたりと飽きさせずに、 ゲーム感覚で楽しめる工夫がなされている。ありがとうございます。